いします。いいですか、お邪魔しても、はい、滋賀レイクス枠川隼人選手18歳。ちょっと片付けましたね今日カメラが入ると聞いて片付けてくださったんですか。普段もっとちょっと汚いぐらいですお野菜いっぱい、野菜切って入れて、で、舐めたもと入れて、肉入れて終わりです超簡単福岡大学附属大濠高校3年生。まだ高校生らしいあどけなさが残ります。なんか最初は反対というか、大学行った方がいいんじゃないみたいな言われてて、切られたら終わりの世界だから、そこはもう本当にシビアにやっていかないといけんぞって言われたんで。肉じゃがもうちょっとでなくなる。あ、わかりました。また作って送りますワクガワ選手は身長194センチの大型ポイントガードで、得点力のある司令塔として活躍が期待されています。今年3月の高校卒業を前にプロ契約を結びました。レイクスによるとリーグ史上2人目の高卒プロ選手です。その周りの子たちもプロ目指してやってるっていう環境の中でやったから、自分も目指したいなと思って思い始めて、一回夏に練習に来させていただいてその時にできる通用する部分もあったので、そこは自信持って、その手応えを一つの選択肢としても持ちました。本当に最年少らしく、その泥臭いリバウンドだったりディフェンスだったりルーズボールだったりっていうところで、本当に最初はチームを引っ張って盛り上げてやっていけたらなと思います。そんな枠川選手の憧れは、同じチームで同じポジション、日本代表のこの選手、デーブス海選手です。一番感じたのはパスセンスがすごいなっていうふうに思いました。枠川選手がデーブス海選手をちょっとこう憧れているらしいですね。あ、聞いたことある。あ、もう何回も聞いたよこいつが憧れてるってね。そうですね、まあ、僕よりもやっぱりサイズありますし、そういった、まあ、この年でこの身長で、ハンドリングだったりパススキルっていうのはあんまり、まあ、18歳にはないので、すごい珍しい選手だなと思います。いや、まだまだそのパスのパスセンスっていうかパススキルの部分は自分ではまだまだだと思ってるので。めっちゃ汗かいてない大丈夫どうしたんですか18歳にしては100点、プロ選手にしては、そこも50点にしようか。これから行きたいっていうことで、ね、憧れの選手とともに滋賀レイクスチームの未来を担います。いろんな人が携わって来てくださったから、自分もこうやって高卒でプロで来れてるので、本当に一つへの一歩でも早く自分の本当に目標であるところに達成して、そういう姿を見てもらって、本当にそこで恩返しだったりっていうのをしていきたいと思います。将来の夢はズバリは日本代表の中心選手になることです。